こんにちは、すみなです。本日は奈良県御所市に来ております。今日はここから金剛山山頂に向かって歩いていきたいと思います。それでは行ってみます。こちらに素敵な絵があるんですよね。葛城の高間を読める歌、いろいろな歌が読まれているのですね。駐車場にとても素敵な絵がございます。まずは麓に鎮座します。高間彦神社様にお参りに上がりたいと思います。御祭神は造花山中の一中高結びの神様です。それでは登山口へと向かいます。水車の動きが、あれ、本日は水量が少なめなんですね。それでは水車の横を歩きまして進んでまいります。まもなく春が訪れますと、この辺りの桜がまた綺麗なんですよね。目の前に高間の滝が見えてまいりました。本日はこちらを渡って登ってまいるのですが、少し滝のそばに寄ってまいります。高間の滝です。それではこちらを渡りまして、登ってまいります。序盤はこのような少し間隔が広めの階段となっております。郵便道と松葉駆け尾根ルートが分岐するポイントですね。はい、こちらを郵便道は右手でございます。私は左手、松葉駆け尾根へと歩いてまいります。松葉駆け尾根は中道と裏道があるんですけどもね、本日は裏道を歩いていきたいと思います。こちらももう一箇所郵便道との分岐ですかね。郵便道は、あ、こちらですか。はい、引き続き松葉駆け尾根ルートを歩いてまいります。この辺りは風もほとんどない感じで、とても静かな登山道です。日常ではなかなかこのような静寂に包まれることってございませんので、そこにも新鮮さを感じたりいたします。
はい、分岐のポイントまで参りました。ご案内ございますね。こちらにもあるかな。中道は右で登ってまいりますと、裏道は今来た道を直進の形になります。進んでいきますと、裏道と中道が再び合流するんですけどもね、その合流する地点でヤッホーポイントなるポイントがあるんですね。今日は一度チャレンジしてみたいと思います。ちゃんと小玉が帰ってくるかな。先ほどの分岐のポイントより少しなだらかな道が続いております。はい、ロープが出てきますと、そろそろ急な登りとなってまいります。鳥の鳴き声を心地よく聞きながらゆっくり歩いております。少しずつ登山道が白くなってまいりました。ここで急な登りが一息つきまして、中道との合流の手前がもう一度急なところがあったと思うんですよね。はい、引き続き歩いてまいります。一歩一歩と登ってまいりました。4ポイント間もなくでございます。はい、中道との合流の地点でございます。こちらを登ってまいりました。中道と合流しまして、ご案内の地図がございますので、してみたいと思います。はい、駐車場から高間彦神社様へお参りしまして、高間の滝へと、そして、ずっと歩いてまいりまして、裏道を歩いてまいりまして、ここです。ヤッホーポイント、素敵な声が向かい側の山から聞こえてきますよと。ヤッホーポイントどこですかね。この辺りかな。ヤッホー、私の耳にはかすかに聞こえたんですけどもね、カメラのマイクには届きませんでしたかね。それではヤッホーポイントより一度ダイヤモンドトレイルへと合流しまして、山頂葛城神社様へ向かってみたいと思います。引き続き歩いてまいります。木漏れ日差す登山道をゆっくり歩いております。確かヤッホーポイントからはそんなに急な登りはなかったと思うんですよね。
次の運気のポイントですかね。ご案内がございます。はい、現在地です。こちらへ参りますと湧出岳と、私はダイヤモンドトレイルへと進んでまいります。ここは少し細めの道でしたかね。フラットな道をダイヤモンドトレイルへと進んでおります。はい、ダイヤモンドトレイルへと合流しました。ダイヤモンドトレイルです。こちらは郵便道ですね。今歩いてきた道です。葛城神社様まであと500メートルの地点でございます。はい、一の鳥居へと参りました。本日はこの天候ですから、大和葛城さんが見えますかね。見えますね。いや、葉を落とした木々の向こうに大和葛城さんが望めます。この上金剛山最高地、海抜1125メートル、山頂にまします葛城神社様にお礼参りに上がります。2022年2月12日本日も怪我なく登らせていただきましてありがとうございました。ご本殿の後方が1125メートルの地でございます。はい、無事に下山して参りました。ヤッホーって何かコツがあるんですかね。かすかに山彦は聞こえたんですけどもね。帰宅して少し調べてみようと思います。おかげさまで本日も楽しく山歩きをすることができました。ご視聴いただきありがとうございました。すみなでした。